鳴き声だ。近くにいそうだな。第二球技を置いてカッパをおびき寄せるぞ。感謝しろよ。なんだ？さっさと次に行くぞ。よかった。食べた。お腹減ってたのか？
待ち時間が一番辛いな。悪かったね。光はこの奥に集まっていたはずだ。いろんなところに地蔵があるな。魂だ。全部あいつらが集めたものだ。なんて数なんだよ。刑事って仕事は慣れれば慣れるほど正義感ってものが鈍くなる。いちいち反応してられないからな。けどな、たまに鈍くなったその頭をガツンってぶったたいてくれる事件がある。目の前の光景がそうだ。正義感と使命感で胸がいっぱいになるだろう。それでこそ生きてる甲斐があるってもんだ。ここから行けそうだ。あいつはマリに何をするつもりなんだ。俺はこの力をあいつに植え付けられた。あいつにとってはただの実験だ。お前の妹にもためらいなんかない。救うことだけ考える。実験台が勝手に檻から出たらダメじゃない。ケイケ、待って、マリはどこだ。一心同体か。実に興味深いが、儀式は間もなくなる。君らにはもう使い道がない。救ってやれなくて申し訳なく思う。何を言っている。マリを返せ。残念ながら
今生の別れをさせてやることはできない。彼女にはもう最後の晴れ舞台に上がってもらって。何だと？私にはまだ仕事が残っている。大切な仕事だ。君たちのもてなしは私の名代にしてもらう。お前、こんなことで本当に死人が蘇ると思っているのか？ケケ、どういうことだ？こいつは大勢の魂を借り集め、それを利用して冥界と現世をつなごうとしている。5年前に病死した自分の妻を呼び戻そうとしているんだ。娘はどう思うだろうな。てめえの父親がここまで狂ってると知ったらよ。妻と娘は理解してくれている。あとは魂を呼び戻すだけだ。娘は本当に役立ってくれた。この結界も彼女のおかげだ。自分の子供を生贄に使ったのか？肉体など魂の器に過ぎない。愛情とは物に抱くものではないだろう。なんだこいつ。時は満ちつつある。君たちの相手はこの子にしてもらおう。私はただの子犬。
理解してくれない。守られる。守られた。私。
私はただの器。何を入れるかは誰かが決める。私は生きていない、生きていない。あなたはここにいればいい。ここにいれば安全だ。違う、違うのよ。私だって生きていたい。Thank you.
ず追わないと。この子まだ。お前は関わるな。汚れ仕事は俺の担当だ。はい、あいつを止めない限り終わらない。行くぞ。ああ。電話の音が聞こえないか。食べるかな。よかった。食べた。KK も食べさせてみる？今のままで十分だよ。遠慮することないのに。儀式は進んでいるようだな。だが手に入れた木札の力で鳥居の場所が分かるようになったはずだ。先に進んでくれ。それと KK、 エリカのことありがとう。気にするな。汚れ仕事は慣れてる。本当なら手遅れになる前に心を決めておくべきだったんだ。まだですよ。まだ終わってません。今は僕たちが新しいチームです。アキトの言う通りだ。本番はこれからだ。だろ？ああ、ありがとう。Thank you.
よし。